でさ、その時に先輩がさ、って、あれあれ？あくびなんかしちゃって、もう眠いの？もう2時間もって、昨日はもうちょっと話してたよ。幼なじみなんだから、長電話くらいいいでしょ？子供の頃はお泊まり会して、一緒のベッドで寝るまでおしゃべりしてたのに。最近の君、ちょっと冷たいよね。学校にも一人でさっさと行っちゃうし、お昼もすぐ他の友達のところへ行って、私を避けてる感じするよ。はあ、寂しいなあ。別に君と私って喧嘩したわけじゃないのにさ、距離を置く意味なくない？昔みたいに仲良くしたいのになあ。ねえ、ちゃんと聞いてる？もうそんなに眠いの？あ、そうだ！いいこと思いついたよ。こうやって電話したままベッド入ればいいんだよ。それで、どっちかが寝ちゃったら相手が電話切って、そうそう、寝落ち通話ってやつ。やってみたいな。子供の頃の再現も兼ねてさ、ね？お、やったー！はいはい。じゃあ、横になって。私はあともう電気消すだけだよ。ほらほら君も。うんうん。そっちも準備できたみたいだね。このまますぐ寝ちゃうの？せっかくの初寝落ち通話なのに、釣れないなー。あ、じゃあ、私が、君の睡眠をサポートしてあげようかな。ほら、羊を数えるとよく眠れるって言うでしょ？数えてあげるよ。幼稚って、いやいや、君、そういう暗示とか、催眠っていうの？めちゃくちゃかかりやすいじゃんか。って、そっか、自覚あるはずないよね。テレビでやってた催眠術が女子の間で話題になってた時があるんだよね。で、その時に悪ふざけでクラスのみんなに催眠をかけて遊んでたら、なんと、君だけがかかっちゃったんだよ。あの時の君、面白くって。大丈夫。ちょっと変顔させられてただけだから、そんなに心配しないで。まあ、今はそれは置いといて。そういうわけで、君には有効だと思うんだよね。羊数えるやつ。お、そんなわけないって？よーし、じゃあ勝負だね。私より先に寝ちゃったら、君の負けだからね。行くぞー。羊が1匹。羊が2匹。羊が3匹。勝負だからって緊張しないでね。羊が4匹。リラックス。リラックス。羊が5匹。羊が6匹。ふわふわの羊が、めーめー。羊が7匹。呼吸、ゆっくりになってきたね。いい調子だよ。羊が8匹。寝ちゃいそう？いいんだよ。羊が9匹。暗示にかかりやすいのだって、恥ずかしがらないでいいんだよ。10。それは君が、純粋だってことだからね。9。君の長所、いいところだから、私の声に遠慮せずに、身を任せてね。8、力が抜けてくる。7、私の声で気分が落ち着く。6、私の声を聞くと安心する。5、私の言うことに身を委ねたくなる。4、この数字はね、君の意識。3、小さくなるほど君は君自身の思考を失っていく。2、でも安心してね。それは一時的なもので、朝になればいつも通り。1、だから安心して私の言う通りにしようね。0、おはよう。今日はあったかいね。それじゃあ一緒に学校に行こっか。え、そうだっけってもう寝ぼけてるの？私と君は毎日一緒に登下校してるじゃん。ね、思い出した？まったくそんなに忘れっぽかったっけ？その調子じゃ他に忘れ物とかしてるんじゃないの？一応確認だけど、お弁当は持ってる？ああ、慌てないで。取りに帰らなくても大丈夫だよ。なんでって、持ってない方が普通だからだけど。だってほら、君のお昼は私と二人で、私が作ったお弁当を食べてるでしょ？いいんでしょ？今日のはちょっと頑張ったんだから。期待しててよ。あ、それでね、味付けも変えてみたからさ、馴染みのない味がしても不思議に思わないでね。うん、覚えておいてね。あ、学校着いちゃうね。教室に一緒に行くと、君は恥ずかしがっちゃうんだよね。じゃあ私はここでちょっと待ってるから。あ、でも、私がいないからって約束破っちゃダメだよ。私以外の女の子には勝手に話しかけちゃダメなんだからね。わかってる？今思い出したって顔してる。はあ、しっかりしてよ。そうそう、これも確認なんだけどさ、今日の夜もするからね。これも忘れちゃってるの？毎晩の寝落ち通話だよ。ね。はいはい、覚えてるならいいんだよ。じゃあ、そういうことでね。あ、いたいた。おーい。ごめんね。せっかくのデートなのにちょっと遅れちゃった。おしゃれに力が入りすぎちゃってさ。まだ遊園地混む時間じゃないから許して。うん、前から楽しみだったんだよね。二人でいつか行こうって話してたもんね。夢みたいだなぁ。ん？何？話？何？その感じだと重要そうな話なのかなぁ。やだ、やめてよ。そんな怖い顔するの。じゃあ、どっか二人になれる場所、私の家にでも行こっか。ね。いやー、さっき行ってきますしたばっかなのにね。うん、今はお父さんもお母さんもいないから遠慮せず上がって。私の部屋、こっちだよ。入って。んで？話って何かな？ん？怪しいこと？何のこと？もう、君が何言ってるのかわかんないよ。催眠って何のこと？あ、女子の間で流行ってたテレビのやつ？確か前話したっけ？違うの？私が毎晩？何それ。何のこと？証拠でもあんの？なんちゃって。ふーん。録音してたんだね。内容的に昨日のやつかな。女の子と目を合わせちゃダメ。私と二人っきりのところでは手をつなぐ。明日はデート。うん、間違いないね。証拠があるなら認めるよ。そうそう、私はね、毎晩君に催眠術をかけてました。なんでそんなことって言われてもな。わかんないかな。それに、そんなことよりも気にかけることがあるんじゃないの？なんで催眠術のこと知ったのに、自分は言う通り待ち合わせ場所で待ってたんだろう、とか。なんで二人になれる場所で、その辺のお店じゃなくて、私の家を指定されたことに疑問を持てなかったんだろう、とか。なんで逃げられないんだろう、とか。動かないで。私が初めて君と寝落ち通話した。催眠をかけた日から、もう結構経つんだよ。その間、毎晩毎晩、君の意識は私に好き勝手にされてたんだよ。気づいたところでもう遅いに決まってるじゃん。ねえ、私のこと、好き？好きって言って。なんでこんなことするのか不思議がってたよね。教えてあげるね。ああ、違うか。君の意識の奥の奥、一番深いところに植え付けてあげるね。毎晩やってることだから君も慣れっこだよね。でも今日のはいつものとは少し違うよ。ベッドにおいで。お泊まり会、一緒のベッド。子供の頃の再現だね。もう、子供じゃなくなっちゃうけどね。